ュードリーム第12レーススタートが切られました。1コース先行した1号艇久田、一周一幕逃げを狙います。2コース2号艇の岩瀬は差し、センターからは3号艇の後藤翔士が中をつく、バックストレッチ1号艇久田が逃げたか、あー行ってアクシデント発生、転覆しています。バックストレッチの中間点は1号艇久田、3号艇後藤、2号艇岩瀬の順、あとは5号艇飯島が4番手、後方水が来まして6号艇田中という順で、4号艇の古月がアクシデント、なおスタートは正常でした。4番古月は失格です。1番2番3番5番ダッシュ、4番6番台形スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中、お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。複数のフライングが出てしまったようです。まもなくお知らせいたします。第7レース1号艇柴田大輔、6号艇金子和之、2艇がフライング変換決勝となりました。1と6に関する投票券は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちください。123ダッシュ456スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中、お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。どうやらフライング出てしまいました。お知らせをいたします。第9レース5号艇渡辺健フライング変換決勝、5に関する投票券は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちになっていてください。ダイキック。1番3番2番4番5番6番です。スタートしました。2号艇鈴谷好スタート、5号艇の竹越もいいスタートです。1号艇太田が逃げの体勢を作る、3号艇の寺島間を突こうとした、4号艇の平本、最内からは6号艇後藤が続きます。ちょっと振り込んでいる1号艇の太田、3号艇の寺島優が先頭です。6号艇の後藤に外は4号艇平本、内から5号艇竹越、なお1号艇太田にアクシントがあります。スタートは正常、スタートは正常でした。お知らせいたします。1号艇太田直也転覆のため失格となっています。1号艇太田転覆のため失格です。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。5コース6コースがコーススタート、5号艇富田、6号艇福田、しかしバランス崩れた5号艇富田、確定向こう上面と移ります。確定バックストレッチを構想中です。確定バックストレッチを構想中、なお第10レーススタートは正常です。後方アクシデントとなっています。レースはまもなく2周目に入るところです。レースは2周目に入っています。2周1マークからバックストレッチです。レースは2周目バックストレッチを構想中、2周2マークからホームストレッチへと移っていきます。お知らせいたします。6号艇福田翔吾妨害失格、5号艇富田翔転覆失格となっています。1番2番5番3番4番6番です。3レーススタートの車、おお外は速かった。6号艇の吉田、現在スタートは審議中、スタート審議中、お手元投票券大切にお持ちください。おー外6号手の吉田は早かった、現在スタートは審議中、スタート審議中です。ここでお知らせいたします。6号手の吉田角郎フライング変換欠場、6号手の吉田フライング変換欠場となりました。従いまして6号手に関する投票権すべて返還です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。
番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。3コースか、どうだ、際どい。3号艇の田口、2コースがちょっと低め格好、1号艇先手を取るのは辻ですが、現在スタートは審議中、スタート審議中。お手元投票券大切にお持ちください。3号艇の田口、かなり微妙なタイミング、現在スタートは審議中、スタート審議中となっています。ここでお知らせいたします。3号手の田口施設庫フライング変換欠場、3号手の田口フライング変換欠場となりました。従いまして3号手に関する投票権すべて変換です。レース終了まで大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースから5コースまで揃っていきました。中でも1号艇の峰がトップタイミングから1周1マークを逃げていく。2コースから2号艇の隅屋が刺す。うまくっていったのが3号艇の河野聡ですが、受け止めながら1号艇の峰竜太。スタートは前提正常でした。1号艇の峰が先頭です。まくった3号艇の河野がアウトにつけ、後ろは4番と2番が並んで切り返す5番。1周2マークトップは1号艇の峰、続いて3号艇の河野、3番手は5号艇の藤岡俊介が前へ出てきます。上位の体型1番3番5番、5番のまだすぐ内側には4号艇の古澤がいます。2周目の1幕、まずは先頭で1号艇の峰、2番手3号艇の河野です。先回る4号艇の古澤を指していきます5号艇の藤岡、3番手は5号艇の藤岡が優勢です。そのアウトに4号艇古澤、後ろは2号艇にアクシデントです。2号艇が転覆のため失格となりました。